ポップティーン TV。 はい、どうもこんにちは、ネオでした。キーン。はい、というネオが恋するん恋する私服はこんな感じでございます。あのですね、こう自分は割と年上の方が好きなんですけど、年上の方イコールこうカラフルな服っていうかこうモノトーンだったりとか、こっちロングコートで大人っぽいのかなっていうイメージがあったので、ロングコート合わせつつ全部モノクロだとつまんないなということで、なかなか着ないこうミルクティー色というかラテ色のスカートフリル系の合わせたりとかしてですね、ここがこうなんていうか開いてるんですよ。男性の方になんか聞いた時にちょっと奥が空いてたりとか、スカートの長さも短すぎない方がいいっていう風に聞いたので、それを参考に今日はコーデを組ませていただきました。ハッピースメルルです。ねえ、なんかちょっといいですか？あのモテ服って何ですか？別にモテ服とか気にしないタイプなので、好きな服を着るタイプなので全くわかんないけど、一応紹介したいと思います。どーん。普段のストリートをベースに甘みをポイントしたって感じなんですけど、でもなんか最近結構インスタとかで服をあげると女っぽだねとか言われることが多いから、あ、そうなんだっていう風に思ってますはい、じゃあ女っぽポイント 1。 まずはこのキラキラのイヤリングとバッグ、初デートでこれを持っていくっていう、尊敬してください。続いてはこちら、ででん、ベルワのカチューシャ。なんか最近カチューシャってめちゃめちゃ流行ってて、私もすごい好きなんですけど、これをつけるだけで寝癖もバッチリっていう感じ。続いてはこちら、ミドルブーツで、最後にボアコート。しかもこれ見て、チャックがついてるの。後ろに開けてみてください。では開きます。まあ何も入んないですけどね、こういうポイントがあります。すごい可愛い、ありがとうって感じでポイントがいっぱいの服になっております。全体的にキラキラが私ハマってて、こんな感じ。終わり。毎度おきにほのまみです。はい、モテる恋する、まあ、そっち系のあのキュンみたいなお洋服って聞いたので、あの今日はキュンみたいなお洋服を着てきました。はい、ということでこんな感じです。ベージュベージュオンベージュみたいなで合わせてみたのと、冬だけどやっぱ露出は忘れたくないので、スリットが入ってるワンピースというか、まあそれを合わせてみて、セクシーすぎない、エロすぎない、少しエモさを出してみました。はい、ということで、まあ今回大雑把のテーマとしてはモテセクシー大人ですお願いしますはい、ということで私の恋をした時に着たいコーデはこちらです。ポイントはですね、まずこのイヤリングの赤とこのバッグの赤ですかね、赤系の色を合わせたところと、あとはこのロングコートなんですけど、結構グレーかかった青と紫で、なんかおしゃれな感じのチェックで、なんか個性も出て人と被らないのがいいなっていう風に思ってこちらにしました。あとはこの中のワンピースが白なんですけど、何もロゴとか入ってないんですけど、袖のところがちょっと広がってたりして、なんか一癖ある感じで、なんかモテを意識したニットっていうか、ニットワンピースっていうかになっています。はい、ロンドンカノンワールドへようこそ、カノンです。恋した時に着るコーデはこんな感じです。じゃあ今回のポイントとしては、全体的に色がカフェモカ系の色でグラデーションになってるんですけど、モテアイテム3つとしてはベレー帽だったり揺れるアクセだったり、あとこのミニ丈のアウターにしたことでちょっとスタイルアップして見えたり、あとちょっと色味もあんまりない感じで大人めの色にしたのが、ポイントになってます。はい、アイリルです。パン、私の恋した時に着る私服はこんな感じです。いい女感があふれる感じのなんですけど、なんかちょっときれいめな格好にしてみました。私がちょっと理想としてるのは、年上の男の人に恋をしたっていう感じの私服です。あの男の人は揺れるピアスが好きってよく聞くので、あのピアスをちょっとなんかこうやって揺れるタイプのにして、でもちょっと大ぶりすぎず小ぶりすぎず、いい感じのちょっとモテそうかなって思う感じのピアスをつけました。はい、どうもこんにちは、ゆびぴーです。ピッ。はい、私の今日のコーデのポイントは、頭と足元靴下にパールがついてるんですよ。しっかり中に白
のインナーと靴下で白を取り入れて、ブラウンになりすぎずちょっと甘くなるようにしました。そしてまあワンピースって言ってもすごいロングのワンピースじゃなくてミニのワンピースなので足長効果もあるかなと思います。そして靴がヒールなので本当に足が細く綺麗に見えます。ニットのカーディガンであったかくて、しかもいろんな系統になるカーディガンです。はい、どうも、イナです。ピンポン。はい、私のモテ私服はこんな感じです。デートみたいなそのモテ私服なので、このね、ラメの入ったピンクのねトップスを着てるんですけど、袖の部分がふわってなってて可愛くて、ちょっとデートって感じなのでなんか恋っていうとね、ちょっとピンクみたいな感じがちょっとイメージであったのでピンクを持ってきました。全然違う、レオパードのスカートを履いて、足のね露出も出して、で今ちょっとロングブーツが流行ってるのでロングブーツでちょっと引き締めて、で小物はね黒で揃えて、ちょっと甘くなりすぎないけどこういうちょっとデートで恋しちゃうぞみたいな服にしました。はい、昨日じゃなくて今日今日です。はい、私の恋した時に着る私服はこちらです。まず、黒のライダースでちょっと私らしい辛口な感じは残しつつで、ゼブラ柄がデコギャルっぽいんですけど、ちょっとこうふわふわフリルがついてたりして女の子らしいゼブラ柄になってます。で、これはもうデコギャルの象徴みたいなピンクのメタリックのミニスカートです。で、小悪魔の女の子みたいなイメージがあるんでちょっと選ばせてもらいました。このバッグですね、多分普通だったらもっと甘いコーデとかに合わせると思うんですけど、ちょっとデコギャルに甘い要素入れたいなと思ってパールを選んでみました。靴はなんかちょっと親しみやすいようにスニーカーに今回はしました。チョーカーもなんか普段はつけないんですけど、黒のファーを使って女の子らしくをイメージした私のいつものデコギャルとなっております。このまんま真似するの難しいなって思う方でも、こうなんか黒とピンクとか黒とパールとか細々したニュアンスとかをぜひ真似していただければなと思います。はい、私が好きな人ができた時に着るコーデはこんな感じです。はい、一番のポイントはですね、やっぱりちょっと大人っぽく見せたいので、やっぱコートですね、薄ピンクの淡い感じのコートを着たとこと、ワンピースもすごいなんか脱いでもすごい可愛いし、ここも袖も可愛くて、あとこの上品なイヤリングもちょっと小ぶりなものにしてみたところもポイントです。ティッティティーユアティです。はい、この企画の恋した時に着る服考えてってやった時に、恋した時に着る服何と思って、テーマがちょい甘ツンデレモノトーンってやつで、茶色とかでしか甘さを入れれないツンデレさみたいなのを表現してみましたモノトーンはモノトーンで揃えたんですけど、こういうバッグの茶色だったりとか帽子の茶色とか靴下の茶色で、いつもはモノトーンにカラーを差し色として入れるけど、女の子らしさを出すためにそれを全部茶色に変えてみたっていう感じのコーデです。ちょっと女の子らしくしたいけど甘すぎるのもやだなみたいな時は参考にしていただけたら嬉しいなって思います。イエーイ、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、おすすめ動画よろしくお願いします。次の動画も見てね。ポンチュルフフ。